年齢不詳な美貌を解き放つ韓国俳優ベスト5。韓ドラ七不思議の一つ、俳優たちの年齢を全く感じさせないその美しさ。あの俳優さん実は20代だったの？とか、この女優さん高校生役演じてるけど違和感ないわーってふと調べたら、ってなることあるあるよね。今回はそんな外見と年齢が見合わない韓国俳優を5名ピックアップしてまいりました。その美の秘訣や意外な健康法まで盛りだくさん。ではまず皆さんご存知、あの女優様のご登場です。女性から羨望の眼差しをかっさらうユ・インナ様です。代表作はトッケビ、真心が届く、最新作はスノードロップ。日本でも認知度高い韓国屈指のバイプレイヤー。2009年明日に向かってハイキックでデビューを皮切りに、シークレットガーデン、星から来たあなた、トッケビなど数々の名作に出演し人気を獲得。トッケビでは完璧なスタイルのかっこいい女性社長サニー役、スノードロップではアクションもできるかっこよさとセクシーさを併せ持つ女医を演じきり、真のガールクラッシュとして女性から特に支持が急増。話題作にはユ・インナとの肩書きを持つ誉れ高き女優様のご登場よ。ベビーフェイスとグラマーを混ぜた言葉、ベーグルニョの代表と称される彼女。皆さん一体おいくつかご存知かしら。なんと御年40歳。もう一度言いますよ、御年40歳です。実年齢に見合わない美貌に165センチ44キロという抜群のプロポーションを維持。世も末、美容番組 Get It Beauty のメイン MC をやっていたこともあり、ボディケアを徹底、くびれ作りやヒップアップのために筋トレ、半身浴は欠かさないそうよ。同番組でノーメイクを公開した際は赤ちゃんの肌みたいと話題になったの。一般的な肌の水分量は 20-30% が平均なんだけど、ユインナ様はなんと 50%。 日頃からいかに美容に時間を割いているのかが伺えるわ。ちなみにプルプル肌とスタイル維持の鍵になるのはお水。1日2リットルも飲むそうよ。これらの美容法、大してお金がかかるわけでもないので、意識次第で誰でもできちゃうってこと。さあ、あんたたち、今すぐスーパーにミネラルウォーター箱買いしに行くわよ。その貫禄はすでにベテラン俳優、リ・ジェウク様です。代表作は恋愛ワードを入力してください。偶然見つけた春。最新作は冠婚。現在ネットフリックスで配信中、ドラマ冠婚で主演を務める今ホットな若手俳優。大学入学後初めて受けたオーディションを勝ち抜き、アルハンブラ宮殿の思い出でデビュー。天才ハッカーという強烈な役を務め、主演であったヒョンビン様の所属事務所と契約。2019年2作目の恋愛ワードを入力してくださいでは一転して好青年を熱演。このギャップに同一人物だと認識できない人が続出したとともに知名度も急上昇。幅広い役をこなす演技力とそのルックスで、デビュー以来ラブコールが鳴り止まないスーパールーキーの登場よ。恋愛ワードで30歳の無名俳優を演じたわずか2ヶ月後、偶然見つけた春では高校生役を演じたんやけど、そのキャラの年齢差はなんと10歳以上。もちろん両作違和感なく演じきり、界隈からラブコール殺到中なんだけど、実は1998年生まれの今年24歳。インタビューで年齢を重ねるからこそ表現できるオーラや振る舞い方などをどう演じるべきか、自身がまだ達成していない年齢の役柄を演じることは葛藤もあると語った彼。そんな苦悩の中、実年齢を感じさせない演技をこなすノウハウは、キャラクターの第一印象と各シーンのキーワードを紐付けて感情を生み出すことだそうよ。私と違って天才派だね。20代前半ながらこの貫禄は俳優にとって時に武器となる。芸歴はまだ4年、これから演技力にさらなる磨きをかけた時、一体どうなるか目が離せないわ。韓流四天王も魅了するその美貌は月より輝くイ・ナヨン様です。代表作最新作ともにロマンスは別冊付録。この10年で1作しかドラマに出演していないにもかかわらず、日本での知名度も高いスーパーベテラン。
1999年、愛の群像でペヨンジュン様の妹役としてデビュー。同年、長渕剛様主演の映画エイジに出演し、韓国女優として本格的に日本の映画に出演した初めての女優なんだとか。その後も演技活動はもちろん、モデルや CM クイーンとしてもその活動の幅は引く手あまた。2015年にはあの初代韓流四天王の一人、ウォンビン様とご結婚。長男を設け、出産した今もなお美しく、公私ともに順風満帆。誰もが羨む美魔女、イナヨン様でございますわ。彼女の年齢不詳なキュートで美しい姿に魅了されたのは、あのイ・ジョンソク様と共演のドラマ、ロマンスは別冊付録よね。結婚後から表立った仕事はほとんどされていなかった中、9年ぶりのドラマ復帰作。年下彼氏イ・ジョンソク様とのケミは最高だったわ。劇中のイ・ナヨン様の美しさはもちろんのこと、あの可愛い表情や仕草、若いわー、フレッシュすぎって思ったあんたたち、なんと御年43歳でございます。ドラマの設定では5歳の年の差だけど、実年齢は唇王子と10歳差。え、やだ、嘘でしょ。美の秘訣はミネラルウォーターを毎日 1.5 リットルは必ず飲むことらしいわ。このエピソードユインナ様でも出てきたじゃない、やっぱり水なのよ。なんと一般庶民の私たちにも取り入れやすい美容法。でもみんな聞いて、私毎日2リットル水飲んでる、なのにこの見てくれ泣いたー。衰えを知らないアクション職人、イ・ジュンギ様です。代表作は霊花もゆる8人の王子たち、無法弁護士、最新作はアゲインマイライフ。国宝級のルックスから放つ鋭い目つきは歩くギャップ萌え。最新作アゲインマイライフでも見事なアクションでファンを魅了し、スタントマンを立てずに自らアクションシーンの撮影に臨み、いつも危険と背中合わせ。でもそんな彼、アクションだけでなくキスにも定評のあるキス職人ってことももちろんみんな知ってるわよね。あの霊花もゆる8人の王子たちでの強引キスや不意打ちキスなど、見た人なら間違いなく心ときめいたはず。芸歴はついに20年を突破。クールなイメージ漂う中、質の高い演技で人々を魅了するイ・ジュンギ様の登場よ。彼の存在を世間に知らしめたのが2005年、映画王の男。女よりも綺麗な男として注目を集め、17年もの時を経た今もなお美しく輝いてるわ。時折見せる弾けたキュートな笑顔はまるで少年のよう。そんなギャップ萌えでファンの心をつかみ離さない彼、今年の4月に40歳を迎えられました。老いを知らぬとはまさにこのこと。なのに大人の魅力は十二分にあり、セクシーで美しいの一言。この美を保つためにはそれ相応の努力があると思うでしょう？ありました。なんと6年間炭水化物をほとんど摂ってないんだって。アクションを演じることが多いことに、日頃からの運動や食事管理を一切怠らない。過去の情報にはこんなのもあったわ。小顔のために緑茶氷マッサージ。肌ケアには蚕の繭の粉パック。喉のケアには百年草の汁を加えたサイダーなどなど。こりゃ私たちもお手本にして今夜はスペシャルケア。将来の美貌に自己投資よ。どう見ても、どこから見ても女子高生。キム・テリ様です。代表作はミスター・サンシャイン。最新作は25-21。ドラマ女優歴6年にしてその貫禄は大御所級。今年日本でも人気急上昇中のニュースター。大学卒業後、劇団員として舞台を中心に活躍。そして2014年、映画お嬢さんで1500倍ものオーディションの中から主人公の座をつかみ、成人して映画ながら体当たりの演技を見せ、その年の新人賞を総なめ。2018年にはミスターサンシャインであのイ・ビョンホン様の相手役に抜擢。ドラマ初主演とは思えない堂々とした演技で数々の演技賞にノミネート。そしてまだ記憶新しい25-21でペクサン芸術大賞の最優秀演技賞を獲得。韓国女優2022年の顔といえばこの方、キム・テリ様のご登場です。私の動画で25-21は熱く布教させていただいたけど、もちろんみんな見たよね。フェンシングをこよなく愛する女子高生ナヒド役を熱演。この女優さん誰って調べて、その年齢に、嘘でしょって声が出た人大量にいるんじゃない。そう、なんと御年32歳。どっから見ても高校生やん。
元から童顔っていうのもあるんやけど、仕草や体つき全てにおいてはつらつとして若々しい。でも何よりその若見えはたるみなしのお肌。一体何してるんですか？何食べてるんですか？もちろん調べてまいりましたよ。1、ピラティスとヨガで健康的な体づくり。2、スキンケアは入念に。3、食事は我慢しないけど適量でバランスよく。誰でもできるし特別物珍しいことをやってないっていうのがキムテリ様らしいわ。よし、私も真似て今日から女子高生よ。ということで本日は年齢不詳な外見と年齢が見合わない韓国俳優様を5人紹介させていただきました。美容大国の韓国なだけに、きっと今回ご紹介した以外にもたくさん影の努力を怠ってないんでしょうね。私たちも見習って美意識高めていきましょう。7月1日、いよいよ2022年折り返し。韓国ドラマをもっと盛り上げるためにも、局長の私が先導してこの韓流エンタメ情報局でもっと情報を発信していきたいと思うわ。今日もご視聴ありがとう。ではまた次の動画で。